市の紋章、アリメチエフスク、あるいはアルマトは、ロシアのタタールスタン共和国にある都市で、ウラルサンムヤクサイロクを流れる鎌川の支流、ザイカの左岸に立つ。共和国首都火山からは南東へ2 7 9キロメートル。最寄りの都市は3 5トル南にある、レニノゴルスク。南東には、ブグリマ、東には、アズナカエボといった石油の町が散在する。北のザイカ下流には、 ザインスクがあり、道はナーベレジヌイエチルヌイエと続く。人口は14万437人、12万9008人。2009年の推定人口は14万2000人。アリメチエフスクはタタールスタン国内でも若い都市である。17世紀頃からの記録にタタール人の村アルマトとして登場していた。